誰？誰なの？ねえ、何してんの？変態ごっこ。私の服取ったやつクリスマスプレゼントなしだから、こんなの面白くないからね。やりすぎ。クリス？ジャッシュ？一体何？本当超面白かった。ははん、サムがタオル巻いて歩きました。じゃ、これでもう早く終わりにしようよ。いい？満足した？で、これは何かな？もういい加減服を返してよ。それとも週末はずっとタオル巻いて過ごせって？じゃあタオルで。私をビビらせようってなら、ほらこの通り。行っちゃったわけ？ああ、気味悪い。ねえ、ちょっとみんな、私もうたくさんだから、だんまり決め込まれるの嬉しくないし。やあ、サマンサ。探しかね。頑張って見回しても意味はないぞ、サマンサ。お前に見えるのは私が見せたいものだけだ。まだまだたくさん見せるものがある。どうなってるわけ？目を開けるんだ。ああ、嘘。どうだ、実に美しい。ねえ、何してんの？お風呂を楽しむ小鳥さん。これから何が起こるのかを知る由もない。幸せなひとときを過ごせるのもこれが最後となるかもしれないな。私にこんなもの見せるの？なぜかって。ジャッシュ、これを見てどう？嘘でしょ、何をしたの？お前に10秒やろう。9、8、やめて。7、はっ。
でしょ、何なのよ。君の欠点で台無しになる。言っただろ、全ての行動には結果が伴うと。このミスが最後まで影響しないと思った？君がやること、言うこと、全てが変化を起こすんだよ。そう、私たちはこれまで君の恐怖の原因を探ってきた。そして君はそれを間違ったことに使った。君が恐れているもの、失敗の恐れ。何としてでも彼らに苦痛を味わわせたかったがために、その結果がこれだ。